ほんと。ヤスはどんくさいだけじゃなく、よく物をなくしたわね。なのに、さも私はなくしてません。確かに置いたのに誰かが取ったんです。みたいな目つきをしてて、本当にイライラしたわ。集中力のない子だった。無意識でぼんやり行動してるから、自分の行動がいい加減になる。でも、最初のうちだけですよ。途中からは注意するようになって、そういうこともなくなって、立派になりましたし。ん？そうだっけ？まあ、その程度。できて当たり前なんだけどね。その当たり前ができるようになるのが成長というものですと。皆さんだって何事も最初から要領が良かったわけではないでしょう。というか要領が悪かったら後ろ宮家には推薦されないもん。私たちはエリートなのよ。幼いからできないとかそんなの言い訳にならないわけだな。ヤスが成長とともに要領を覚えるなら、成長してから後宮家へ来ればよかっただけの話。そんな、一生懸命学校とお仕事を両立させて頑張ってるのに、みんなちょっと厳しすぎると思います。その厳しい中から選ばれたのが私たちでしょ。私たちに甘やかす義理はないわ。つくづく、ヤスってなんであんなどんくさいのに選ばれたの。さっぱりだわ。福音の家の誰もが憧れる後宮家使用人への推薦。厳しい選考をくぐり抜けて栄光を勝ち取った先輩使用人たちから見れば、ヤスはどうして推薦を得られたのか不思議なくらい、いろいろと要領が悪かった。もちろん年相応には努力している。しかしそれに納得できない先輩使用人たちはいつしかヤスに、断るごとに小意地悪に接するようになるのである。後宮家での生活に慣れはしても、未だ友人の一人も作れない。いや、いることにはいるが、それは人間ではないのだ。第三章、虜になる日々。そういう時もありますね。忙しい時に限って妖精さんがいたずらでもしてるんじゃないかしら。ベアトリーチェ様のいたずらでは困りましたね。でも魔女が相手ならおまじないで何とかできるかもしれませんよ。これの端に鍵をくくりつけ、反対の端はポケットのボタンのところにでも目立たないようにくくりつけておきましょう。これは蜘蛛の糸のおまじないなのですよ。そう、よく覚えてますね。この島の蜘蛛の糸には霊力が宿っていて、強い魔除けの力を持っていると言われていました。ほら、こうしてピーンと張ると蜘蛛の糸のようでしょ。これで蜘蛛の糸が苦手なベアトリーチェ様はもういたずらができないというわけですよ。
そういう時は別のおまじないがありますよ。それは鉛筆さんや消しゴムさんにお家を作ってあげるおまじないですよ。お家を作るのではなく、お家を決めてあげるのですよ。例えば、このたこ糸を切った包丁さんも、僕もお家に帰るって寂しがり屋さんだからすぐにお家に帰りたくなってしまうの。だからお家じゃないところに置いてしまうと迷子になってしまってクスンクスン泣いてしまうんですよ。ほら、こんなところに置きっぱなしにしたから包丁さんが寂しくて泣き出してしまいましたよ。包丁さんのお家はここですよ。ほら、家族の包丁さんたちがみんな待っているお家ですよ。ママ、ただいま。おかえりって。ね？魔女に隠されてしまって困るものはきっと寂しがり屋さんなんですよ。だから魔女が楽しいところに連れて行ってあげようねって言うと喜んでついて行ってしまうんです。そうならないためにはどうしたらいいでしょうね。そうですよ、寂しがり屋だからすぐに魔女について行ってしまういけない子たちなんですよ。だからすぐにお家に返してあげないと。ほら、さっきタコ糸で縛ったままそこに置きっぱなしのマスターキーさんも早くポケットのお家に帰りたいってクスンクスン泣いてますよ。ただいまって、マスターキーさんも寂しがり屋だからお仕事で使った後はすぐお家へ返してあげましょうね。こういうお友達を少しずつ増やしていけばベアトリーチェ様もだんだんいたずらはできなくなりますよ。なんと、まあ、糸で結ぶとは面白い真似を。そうであるぞ、我が友よ。ぼんやりとまた鍵を置き忘れるから、それでからかってやろうと思っていたら。うむ、悔しいが効き目はあるぞ。とても触れたいとは思えぬ。そなたも
カミソリの刃に指を当て横に滑らせたくはあるまい。しかしよかったではないか。また鍵をなくしたと夏日に怒られずに済んだぞ。わらわのおかげだな。感謝せよ。わらわが腹立たしかったからこそまじないを覚えたのであろう。そのまじないでそなたは鍵をまたしても置き忘れるといううっかりをこうして防げたではないか。つまりわらわのおかげも同然ということよ。感謝されるのも道理であろう。こういうのを一罰百回という。わらわは友人としてそなたのミスを過剰にいたずらして思い知らせることでこうしてそなたを立派に教育したというわけなのだ。やれやれ、魔女とはつくづく感謝されぬ家業よ。よかろうとも、我が友よ。今回は勝ちを許そうぞ。されど、わらわは諦めが悪い。この負けを取り返すべく、以後さらにますますに、そなたのミスを探そうと伺い続けるであろうぞ。心せよ。そそっかしそなたが置き忘れる小道具など、いくらでもある。それらすべてにタコ糸を縛るわけにもいくまい。どの程度そなたがやれるものか拝見させてもらおうぞ。それにしても何とも晴れやかな笑顔を見せおって。魔女が来るのは笑う角でなく泣きっ面がふさわしい。もう休み時間は終わっているぞ。せいぜい今日も先輩たちの足を引かぬように仕事に精を出すがよかろう。せいぜい励め。そうそう、レイネの機嫌が朝から悪い。目を合わせぬ方がよかろう。それから水難の層が出ておるぞ。水の入ったバケツの近くでは常に注意するがよかろうぞ。そなたのこと、きっと我が期待を裏切らずバケツをひっくり返して叱られてくれることを心待ちにしている。日から目に見えて変わりましたよね。いろいろなおまじないのせいかな。ですね。あの子は本当に律儀な子だから、私の教えたおまじないをしっかり守っているようでしたとも。いちいちタコ糸で縛って、あるいはいちいちお家へ帰
るって？ええ、時折口に出してやってました。まるでお道具とおままごとをしてるみたいで、とても可愛らしかったですよ。子供みたい。子供でしょ。大人になら同じ言い方をすれば伝わりますけれど、子供は本当にいろんな子がいて、いろいろな言い方があるんです。それをちゃんと見つけてあげれば、ものは上手に教えられるんですよ。怒られる方が覚える子、褒められる方が覚える子、いろいろですものね。近所の子にちゃんと物をしまわないと妖精さんが隠しちゃうぞって脅したこともありましたっけね。その妖精があの子の場合は魔女になったというだけの話。しかし、なんだか運命的な話だね。だって熊沢はこの子がベアトリーチェの子だって知ってたんでしょ？ええ、知っていましたとも。ベアトリーチェの子に魔女ベアトリーチェがいたずらするから物をちゃんと片付けるようにって教えるなんて、なんだかおかしいですね。だからあの子が物を魔女に隠されていたずらをされると言ってきた時、思ったのです。これはきっと亡くなられたベアトリーチェ様が魔女になって、自分の子に物を片付けなさいと教えに来ているに違いないと。だからあの子にはそう教えるのが一番だと思ったのです。物を置いた場所をすぐ忘れるとか、すぐなくすとか、そういう悪評があったのに、それを払拭してからはどんどん明るくなっていきましたね。弱点は克服することで強みとなり、自信となって人をたくましくしてくれるのです。あの子のそんな日々の小さな成長が、それはもう実の孫のように可愛らしかったですとも。源氏様、お疲れ様です。みんな大掃除ご苦労だった。普段使うことも少ない客室だが、いつ何時大切なお客様を泊めることになるやもわからぬ。清掃もまた寸分の気の緩みもあってはならん。無論です。使用人一同心得ております。そうあってほしい。見回ったところ、これを拾った。これは誰のであるか。安？そんな決めつけはいけませんよ。私はもちろん持ってるわ。こんな大事なものを落とすわけがない。みんなは？持ってます。持ってる。ほら安、あんたじゃない。この間奥様にきつく絞られたのに、まだ分かってないの？これだからあんたは。いつもの我ならば冷たき目線を集めただけで、火のあるなしに関わらず萎縮して謝ってしまうだろう。しかしもう我は違う。だから誇らしげに雲の糸を引くそれを高々と掲げるのだ。ほう、落とさないようにという工夫か。良い心がけだ。